おいおい、今ずいぶんと派手に投げられてたな。悪い、まだ加減ができなくてよ。大丈夫か？訓練じゃ習ってねえからな。ていうか俺も習ったわけじゃないっていうか、もともとは兄の技なんだ。あいつ時々見たこともねえような動きすんだろ。もしかしてお前もこの技に興味あんのか？ならちょっと兄んところ行ってみるぞ。何の用？まあお前の格闘術もう少し教えてほしいんだけど。できるようになりたきゃ自分で見て学んだらどう？いいよ。もう行っていいかい？大丈夫か？まったく兄のやつ、何考えてやがんだ。あいつは兵士として協調性が足りなすぎる。ああ確かに、兄って正直何考えてんのか分かんねえところがあるよな。エレンもあなたも兄には注意した方がいい。降りないね。また私の技を受けに来たの？そうまでしてなんでわざわざ巨人との戦いに不必要な技術を身につけたがるのさ。へえ、面白いことを言うもんだね。いいよ、この間の技くらいなら教えてあげる。見て覚えて。見られるようになったもんだ。あんたそこそこ素質あるかもよ。さあどうだろうね。この技がこんなにありがたがられるなんてね。これを仕込んだ私の父はなんていうかな。これからも時間があれば教えてやってもいいよ。いい暇つぶしになるからさ。あんたも飽きないね。正直ここまでとは思わなかったよ。あんたおかしいんじゃないの？昔私が父に技を教わってた時はあんたみたいに自発的にはなれなかったよ。今だってそう。対人格闘術なんて役には立たないんだし。正直あんたやエレンのような人が不思議で仕方ない。あんたらのような兵士ごっこしてるバカに囲まれていても馴染めそうにな。コニー、サーシャ、どうしてここに？訓練ならもう終わったでしょ。訓練の後にお前らが面白いことしてるって聞いたからさ。それより兄、お前そんなこと考えてたのかよ。は？いや。そうですよ兄、水臭いですね。あ、今度みんなでどこかに出かけるってのはどうです？いいよそういうのは。てるの？あんたまで。よし決まりだな。今度の非番の日、弊社の前で集合だ。
すっぽかさないでくださいよ。わかったよ。そういえば、いつも二人で何をしてるんですか？格闘術の訓練をしてるんじゃってエレンたちは言ってますけど。そうなのか。なに、俺たちの訓練も見てくれよ。おい、サシャ、いつもの行くぜ。ほっ。今日は特別に肉も用意してきたんですよ。サシャ、肉なんてどこから調達してきたの？まさか。秘密です。兄には特別に一切れ分けてあげます。そして残りは私が。ああ、それじゃあありがたくもらうよ。でも本当にいいの？ええ、特別です。私が全てを失う覚悟で手に入れてきたお肉なんですから、しっかり味わって食べてくださいね。やっぱりどうやって手に入れてきたのか聞かない方が良さそうだね。話はこのくらいにして、早速食事にしましょうよ。出かけましょうね。今度は街ででも。おお、そりゃいいな。お前ら約束だぞ。あのさ、ありがとう。今日は楽しかったよ。価値観がどうとか自分の生き方がどうとか、私は難しく考えすぎてたみたいだ。たまにはこうやってみんなと過ごすのも悪くないね。